だけを見た状態で5人の中の誰が7人なのかというものをですね、1人で考察していきたいと思います。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、ハントクラブの監督です。今回はですね、台本なしで、やっていく企画なんですけども、企画ではないね。で、監督現在めちゃくちゃハマっております、五等分の花嫁第一期を最近見ましてですね、もう誰が花嫁になるのみたいな感じで、もうめちゃくちゃ考えたんですよね。ちなみに原作ではもうすでに花嫁は出ているんですよね。で、アニメに関しては今2期の放映が終わりまして、来年2022年劇場版が公開されて花嫁が確定するというわけなんですけども、今回アニメ第1期だけを見た状態で5人の中の誰が花嫁になるのかというものをですね、1人で考察していきたいと思います。5人の花嫁候補がいるんですが、監督はですね、特に誰を推しているとかではなく箱推しです。今回は1から紹介したいと思います。キャロット口のこちらなんとかシートですね。それからチョコノコフィギュア、ポップアップパレード、ラストワンショーのイラストボード、こちらをですね5人分持っております。1人目、いちか、中野いちかですね、考察していきたいと思います。というわけでですね、今話してるキャラクターはこういってね、ポップパレードを持ちながら話していきたいと思います。ということで、まずこのいちかなんですが、5人の中のお姉ちゃんなんですよね。他の4人と比べて違う点、アニメの演出で白い真っ白なホワイトボードがありまして、そこに胸がズキュンときたら色がパッとね、彩られる、縁取られるというシーンがあったんですよね。これに関しては他の4人にはついていない要素なんですよね。序盤あたりにうん、まだ大丈夫だっていうナレーションが入ったんですけども、後半白いボードがですね色づきました。はい、ということはもしやいちかが花嫁候補なのでは。他の4人にはそういった要素がないのに、なぜいちかにはそういった演出が入ってくるのかというと、やはりいちかなのではないんだろうか。そしてもう一ついちかの可能性が高いというのは、他の4人に関してはこれといった夢がないんですよね。ただいちかに関しては女優になることが夢で、かつ序盤に関しては他の4人に全く言ってなかったんで、それを風太郎、夢を語るってなかなか心を開いてる人じゃなかったら言えないと思うんですよね。ただいちかに関しては風太郎に真っ先にバレてしまったっていうのが正解なんですけども、そういった意味で深いつながりがある、自分がやりたい夢一つなんか一歩突き抜けている感があるいちか、やっぱりお似合いなのかな。というわけで、このいちか花嫁になる可能性あると思います。中野いちかでした。続きまして、ででん、ミノ。ちなみにこの五等分の花嫁なんですけども、名前に数字が入っておりますね。例えば、いちかに関しては1が入ってるし、ミノに関しては2が入っております。ミノはちょっとね、結構考察していきたいよ。ミノ、チョコノッコ、ミノ、ツインテール。まあ、そうですね、見た感じ、性格が強くて、最初に風太郎に家庭教師として来るんですけども、一番堅くなに断ってきて、突っかかってくるのがミノなんです。他と違ったハードルが高いやつは、結構そこをね、ぶっ壊すことによって、一気に親密になれる可能性がある。これ脚本上で言ってます。で、そんなねニノなんですけども、意外とピュアな部分があったりするんですよね。例えば林間学校の時に風太郎と四つ葉がメイクをしたんだよ。風太郎が金髪のウィッグをかぶっててニノを驚かすんですよね。そこでニノが、まあ、面食いなんで、風太郎のことはもうボロクソ言うけども、イケメンに関してはすっごいピュアな女の子になります。そこで風太郎なんですが、写真を持っていて、二つ折りにしてる写真の片方だけニノに見られたんです。わあイケメンみたいな、すごい心持っていかれた。で、その後に来る今回のこのお化け屋敷で驚かすいい感じのドキドキ感があったので、可能性は高いかなと思っております。なぜ風当たりが悪いのかというと、ちゃんと理由もあって、他の4人が大好きがために風太郎をね毛嫌いしているという後半分かってきます。ということはですね、まあ意外と結構ツンケンしてるけども、実は一番この中で家族思い、みんなを守ってくれている存在ということで言うと、やっぱニノが花嫁になる可能性はかなり高いと思います。はい、というわけで中野ニノでした。めちゃくちゃ怪しいと思います。三女のミク、中野ミク。はい、こちらミク、チョコノッコ。このプクッとした感じもミクなんだよな。ミクはですね、かなり監督睨んでおります。なぜかというと、風太郎の気持ちを動かした人物だからです。まあ四つ葉は例外として、勉強するぞと言っても誰も賛成してくれない。ただこのミクに関しては、戦国武将好きということをですね風太郎が気づきまして、そこで風太郎をめちゃくちゃ勉強して、ミクとね対等にね話し合える仲になって、一気に接点が。そしてこのミク自体も自分の好きな
なものを好きでいてくれる、話し合えるっていうのはやっぱり好感度は高いと思うんですよ。というわけでミクの心を動かした、性格がやっぱりちょっとネクラ感があるんです、まあ、それがミステリー感なのか、序盤から恋愛感情として自分の心は決まっていないけども、風太郎に好感度と好きという感情が目覚めまして、アニメ的な演出に関しても他の4人は言ったとしても友達関係とか家庭教師としての信頼度が上がっていくんだけども、ミクに関してはミク側から風太郎を見ると、まあ、恋愛感情が確実に湧いておりました。はい、まああとやっぱり昨日終盤あたりにですね、ミク自体も性格をあまり表に出さないタイプ、風太郎との接触は自分で平等のラインを引いてたんですけども、まあ、終盤あたりに自分勝手で行こうっていうね、ちょっとね殻を割ったところでいたので、第2期めちゃくちゃ期待しております。個人的にはすごい応援したいキャラクターなんだよね。というわけで以上、中野ミクでした。はい、続きまして四つ葉です。めちゃくちゃ元気です。まあ、このチョコの子なんですけども、四つ葉の性格からするとこんな困り顔はしないんですけどね。なんでこの困り顔なのか、ちょっと四つ葉なんですけども、まあ、四つ葉監督めっちゃ睨んでます。誰になるかは本当わからない。ただ四つ葉に関して言うならば、とにかく性格がめちゃくちゃ明るくてフレンドリーで、もう風太郎が最初に勉強しろよって言ったところで、はい私やりますよみたいな感じで、もうすぐね風太郎の隣に来て、常にね他のみんなが全然ねこっち向いてくれないのに、常に隣にいた存在が四つ葉なんですよね。基本的にめちゃくちゃ明るいキャラクターなんで、恋愛的な感じはないかと監督も睨んでたんですよね。もう四つ葉は違うな。ただ中盤あたりに、なんとです、太郎が寝っ込んじゃって、四つ葉がこう顔を出して、なんで私がいつも近くにいるか分かりますか、好きだからですよって言ってたんですよね。その後にすぐなんでねっていう冗談交じりで言ったんですけども、その時の感情っていうのは演技じゃないだろうってね。だってこういうめちゃくちゃ明るいキャラクターでも、実はね奥底になぜ明るいのかっていうのはやっぱり絶対あると思うんですよ。なぜその明るさをキープするのか、体なりの世界観っていうのがあって、明るさでカバーしつつも本音は本当に好きだから、でもそういう気持ちを伝えられないがために明るくね近くに行っているという意味を込めれば、殻を破ることによってめちゃくちゃ急接近できるポテンシャルがあるキャラキャラクターだと思います。四つ葉に関しては風太郎のことをさん付けするんですよね。最初見た時違和感しかありませんでした。だってこんなにね距離がすごい近いね、フレンドリーなキャラクターがさん付けなんかしませんよね。さんってつけると当たり障りない感、ちょっと壁ができちゃうんですよ。普通だったらもう風太郎というキャラクターなんですよ。なのになぜ名字上杉さんって一番壁ができちゃうさん付けするんですよ。これはなんかあるのかな、さん付けするその理由、この違和感が拭えないんだよな。それが後半どう生きていくのか、もしくは実は関係なかったっていう可能性もあるんですけども、なんかねすごい気になる存在です。はい、というわけで、四つ葉でした。いつき、はい、いつきに関してはですね、同じくイラストボードもあるのでこちらとなっております。食いしん坊です。でアホ毛がついてて、右左にアクセサリーをつけております。まずはじめにもうザ・ヒロインだなって思いました。風太郎と初めて会った人物が5姉妹の一人です。なんで初めて接触したキャラクターなんですよね。これって実はその花嫁だったっていう伏線として回収させるにはめちゃくちゃ怪しいんです。もしかしたらというか、この可能性はかなり高いと思います。5人の中で一番ステレオタイプだなと思ってたんですけども、まあ、終盤あたりに一気に巻き返しました。冬のスキー場のシーンで四つ葉がみんなを捕まえるみたいな話になって、だいたい他のメンバーは捕まえたんですけども、これいつきだけがなかなか見つからず、いちかと風太郎とリフトに乗って探そうみたいな感じになったんですけども、実はねフードを外すといつきだったっていうね。いつきに関してはめちゃくちゃ真面目なんだけども、勉強するかもメガネチャッとかけて真面目なんですけども、全然点数が取れない。自分が信じているものは誰かに聞くんじゃなくて自分で行動して自分の目で見ることによって信じる性格、キャラクターなんですよ。自分を正したいがために一歩前に進むみたいな、そういったそのこの行動力があることによって他の姉妹とはちょっと一歩上の存在に立ったなっていう感じは監督そこでしました。というわけで、いつきだからこそ風太郎の花嫁になるのではないだろうかと思うんですよね。中野いつきでした。はい、というわけでですね、全員軽くね、いや本当はもっと語りたい部分もあるんですけども、ここが怪しいというところをですね絞って考察してきました。で第1期見た中で監督誰が花嫁になるのかと言いますと、ドキッとした瞬間に白いボードが色が染まる、でそれは他のキャラクターにはないという部分、そして女優になる夢があるという一歩上の段階に進んでいるという部分で怪しいと思います。蝶々と結婚に至るかなというね、オラがあるんですよね。でもなんだろうな、この流れ的に結婚という可能性は低
ないと思うんだよな。そしてニノに関してはですね、風太郎が落とした写真ね、ニノがですね、おこの子かっこいいっていうね、一目惚れ的な感じになったりですとか、あと意外とちゃんと5人を思って行動しているところだからこそ、風太郎についつい当たってしまうところという部分で怪しいと思います。はい。で、ミクに関してはですね、序盤から恋心というものが出ておりまして、やっぱりその風太郎としてもほっとけないキャラクターなので、ミクの可能性。応援はしたくなるけども、ミクの可能性は低いかと思うんだよな。他のメンツに比べたら、恋愛感情としては、この5人の中ではダントツで高いんだけど、まあ、好意は持ってるんだけども、ではだけども、風太郎の心はなびいてるかと言われたら、ちょっと微妙なんだよな、ほっとけない妹的なキャラクターになってしまうから、多分ミクは違うんじゃないかな。で、そして四つ葉、めちゃくちゃ明るいけども、実はね、明るさの反面めちゃくちゃ風太郎のことが好きで、かつそれが言えないという部分で、怪しい。全体を見る五木、初めて出会ったのが五木という部分で、となると誰なんだ。やっぱ監督怪しいのはニノかと五木か四つ葉だな。この三人に絞られました。まあ、四つ葉に関しては明るいけども実はめちゃくちゃ好きだったっていうね。でニノに関してはもしかしたら過去に繋がりがあるぞっていうね、そういったところで、あと一歩家族思い、そして一花に関しては自分の正しいと思う道をちゃんとね前に進んでいくという意味で頑張ってる感、どうだろう。いやーここはね誰だ。四つ葉に関してはめちゃくちゃ近いところにいるけども実は本音を隠してるけども、いや四つ葉なの、四つ葉だな、四つ葉だな。今回第一期に関しては監督がですね、四つ葉が花嫁だという決断に至りました。なぜかというとですね、やはり最初から風太郎の近くにいて結構バラバラなね4人たちをまとめ上げて、まあ最初はその恋愛関係はないけども、まあそもそもねこの四つ葉がいなければミクの戦後武将つながりという話もね出てこなかったから、四つ葉がいたからこそちょっとずつ繋がってったという意味でめちゃくちゃ好きだけども言えなくて、それをね風太郎がちゃんと見て、で最終的に選んだのが四つ葉じゃないかと、第一期見た中では四つ葉が花嫁になるとジャッジをしました。果たして正解なのでしょうか、それとも全然的外れなんでしょうか。はい、というわけでですね、今回は5等分の花嫁、アニメ第1期だけを見て誰が花嫁なのかというものをですね考察してみました。このチャンネルでですね、自分が大好きなものをピックアップしてレビューをしております。作品レビューだったり商品レビューだったりをしております。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録をしていただきますとありがたいと思います。はい、この後ですね2期を見るんですけども、まあ、2期も見終わった時点でこういった考察動画をやっていきたいなと思っております。今回はですね四つ葉と違った結果になる可能性もあります。はい、というわけでですね、また次の動画で会いましょう。ちょっと待って、なんだっけこれ、プレパラートポップ中盤なぜそういう性格が風太郎とその見合い大食べ放題食べ放題ない追加のねオプションつけおまけ違うオプションじゃないオプション